ゲーム実況こそ私のプレイヤーのサルです。さあ、ポイントヒーローですね。やっていきましょう。ですね、試練の山脈、これチャレンジしていきましょう。毎日やりましょう。これは今回狙うのはダビド。うん、これですよ。このルールに関しては、ポイントヒーローの説明の方を見てください。上級いきましょうか。まあ全て戦闘が終わった後に運が良ければ出てくるよという、そういったね、新しい新要素いきましょうか。今ね、証明書3つ持ってるんで3回やりましょう。今日は出るかな。これはね、出るまで続けましょう。うん、毎日やっていきます。1日1個リセットされるのかな、確か。そんなような様子だったような気がしますね。この証明書は許可書か、証明書じゃなくて。マッチング中、マッチング完了。1個消費しましたね。行きましょう。全てはね、戦闘の後に決まりますから。ドロップじゃないんですよ。戦闘の後にバーンと出る、そんな感じ。さあ行きましょうか。ボスはね、ケルベロスみたいです。ちょっと無言が長くなっちゃいましたけど、まあ、全てはドロップですからね。どうなることでしょうか。出るかな。チェックメイトですね。さあ、もうボス倒せますね。さあ、出るかな。最後ね、アイテムのドロップ、生産画面で出ますよ。出るかな。頼むよ、頼むぜ。いけ、出るか。1回目はダメだ。さあ次いきますよ。はい、ラストウェブ2回目ですね。出ればいいね。どうでしょうか、サクッと終わらせましょう。うん、ちなみにトレジャーヒーローの、まあ一応知識ですけど、トレジャーヒーローの、経験値は99まで貯めない、マックス99までっていうふうな形になっているようですね。そう、レベルが99か。レベルが99まであると。そういうことなのかな？ EX 値が99まであるってことはそういうことだよね、きっと。サクサクいきましょう。もう最後の生産画面だけでいいんですよ。クエストとしてはね、そんなに難しくないです。さあ、2回目終わりました。何が出るかな？お願いしますね。頼むよ、頼むよ。生産画面に移ります。出るかな。お、金だ、金だぜ。金が出た。きたー、ダビドゲット。よっしゃ。 HP プラス 35EX、 アタックプラス18。うーん、そうかそうか。ちょっとね、概要一応やっぱ見ときましょうか。概要ヘルプから、試練の山脈について、トレジャーヒーローについて。トレジャーヒーローとは、天空の楽園試練の山脈ステージで獲得できる特別なステータス EX 値を持つヒーローになります。詳しくは EX 値の項目をご覧くださいと。EX 値について、 EX 値を持つトレジャーヒーローは HP やアタック、そしてその両方のステータスが増加します。 EX 値は固定のものとなり、上限のパラメーターは99となっていると。要するにこれ EX 値がバラバラに不定数で出てくるのかな、特定数じゃなくて。それをこう合成していくと99になるっていう解釈でいいのかな。トレジャーヒーローの合成について、トレジャーヒーローは進化させることはできます。 EX 者合成によって増加させることはできません。あ、できないんだ。できなかった。ごめんなさい。トレジャーヒーローにはプラスヒーローを合成することはできませんと。なるほどね。雷をまとい視野は全てを打ち抜きますわ。なるほどね。雷系のなんかアーチャー多いね。2回目で出ました。価値あるヒーローだと思いますので、私は続けていきたいと、動画を上げていきたいと思います。それでは最後までね、ご視聴の方ありがとうございました。炎上 YouTuber のポイントヒーロー、トレジャーヒーローを狙う。
バイ。 SMG をご覧いただき誠にありがとうございます。チャンネル登録をしていただくと最新のゲーム実況動画が見やすくなります。 PC の方はこちらのボタンをクリック、スマートフォン、タブレットの方は下の概要欄の方にあるチャンネル登録ボタンを押していただくとチャンネル登録ができますので、そちらの方よろしくお願いします。そしてメインとなるスペースモンキーズ TV の方も同時にチャンネル登録の方よろしくお願いします。